どうもこんにちは。いつも動画を見ながらくださってる、皆様ありがとうございます。これから今回あまりに過酷すぎたゆえ漏らしそうになる瞬間を一つ二つ紹介します。どのシーンか想像してみてね。どうぞ。ちょっと待ってくださいね。漏れそうなんですよ。ちょっと待って。それでは本編スタート。前回動物村でセーブして以来、僕たちは恐怖して、分からん。もう、どうも夢島です。今回も攻略していかなければならないわけなんですけれども、6つ目のダンジョンに向かう手はずを整えました。前回で風の魚の目覚めなくば勇者は島の土になる。それ死を暗喩してるじゃん。どこ行くのこれ。あ、ここだ。入り口だ。騙されるところだったぜ。このキノコ絶対危ない。ほら段差とか気にしないからな。そこはここだ。ほれ、避けるね。ここか。いや違う、あそこが鍵なんだけど、左手ありましたでしょ。ここも爆破しとくか。何上のところ、すごい川の流れ方だったけど、ここまで、あれハートのかけらとかの、あ、お姉さんのとこだった。一生使えないからな今回。泳ぐこともできますからね我々は。あの爆弾ほんと危ないんだけど、眠らせることができます。ずーぶーなんじゃ今の。いや危ねえ。もうキノコ本当にどうしたもんかな。水に沈むのもの過酷、避けるし。あいつここに、あ、もういるわ。どうしよう、潜っていなすか。ちょっともうどこに浮かび上が、あ、ここにね多分ね階段があるんだ。階段が覚えてますよ。おい、ほら出てきたけど。よし、やってやるよ。上がってこいよ、上がってこい。ほら、これで危機は去った。下めっちゃ澄んでるわ。潜りてー。ここですね。フックショットがなかったら僕たち青くない？これ水に投げてやろう。いいね。階段潜って、ザリガニとか、なんか狭くない？ここ。すごい圧迫感を感じる。浮かび上がった時に、かわいそう。こっち潜ってやりました。ここは、こうして、あ、もうどこもかしこも、あれもそれもフックショットだ。お世話になります。出てきましたね。で、鍵穴をこじ開けまして、なんか島の土になるだのなんだのって、何？うわー！ホテルだ！すごい飛び出し方しましたね。で、ここから顔の何がしでしょ？顔の神殿やってきました。なんかアラビアンな感じ。とりあえずね、編集してるので、正確な動画の尺はわかりませんが、とりあえずね、この実況開始してから、僕では6分経ったんですが、もうセーブしたいんですよね。あれ？何今の？ちょっと怖っ。左行くもんじゃないわ、右行こう。もうすでに攻略できる気がしないわ。しないね。どうしよう。あれ？じゃあ幽霊、こうなんか弓矢必要とかっていう、そんな、冗談言わないだろうな。で、これ、はいやー、ソニックブームじゃん。ここまで激ムズじゃんよー。セーブしてー。もうこの入り口に立っただけでいいから、ここ入りたくねー。多分ね、左なんだよ。ちょっと若干覚えてるから。それこそ、もう、弓矢だろうね。
言うの？ちょっと待って、もう もう無理かも。ここでセーブしたんでもね、ちょっとダメだよね。当然ね、何も進めちゃいないよね。左がダメなん、いやちょっと左をどうにかしてみたいというか、左くぐれない。できると思います、できると思います、できると思います、できると思います。軌道を見ろ。で左上行こう。よし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 。うわあ、いいねいいね、それはいいね。ハンバーガー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 、動き止めて。あれこいつかもしかして。いやそれ最初やったじゃん。あーなんか覚えてるね。あ、平方だ平方だ。回転切りがキモになってくんのかな。あのさっきのお化けのソニックブームのやつら、あれでしたでしょ。あれ、え、壺の扉、ここは開けといていいの。あ、壺のやつらも、あれじゃ、壺じゃない、あのお化けのソニックブームのやつらも回転切りだったらあるいはって思ったんだけどね。爆弾とか、でもそんな暇絶対ないんだけど。爆弾破壊しました。ペケ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 、それぐらいだといいよ。ちょっとこのチュチュがねマジでやばい。もう本当にあの死ぬと思えよ、もうダメージ食らったらここで。え、なんか出る。階段ですか。でさらに明かりをつけようって思ったらどうなるのか。でも階段が出てきたんだったらもうそれでいいや。で一回階段潜るではなし、この上とかも宝箱とかあるんじゃないの。どう、見えてはいるよ。うわ出たこれ。あ、ホウホウさんだ。くちばしとかダンジョンマップとかコンパスとかは正直いらないんだけど、この壺を持って、あ、待てよ。あ、爆弾出てきた。これ爆弾ついちゃった。ほら。大丈夫か？左行って、よかですか？いやーもう、あれ、弓矢じゃん？弓矢じゃん？いや、僕、その買えないよ。600ルピーぐらいありますが。またいるよ。あれ？壺持って僕出ましたよね。あれで、ね、いた。ちょっと待って。これ、壺どうやって持ち込むの？こっち行きました。で、これ持って、あー、消える。じゃあ、左なのかな。いや、左はいけなかったよな。ん？待ってよ。いや、爆弾か。いや、何にしてもあの弓矢とかわからんし。でも、こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。うん、謎を解いていこう、謎を解いていこう。まだね、階段が現れたぐらいしか収穫がありません。なんじゃお前、なんじゃお前。もう、これは無理かもね。攻略不可能かもね。攻略不可能なのかもね。うわ、あ、いや、もう、くぐろう、くぐろう、くぐろう。あれ、ダメージ食らうんでしょ？最初のうちだから、ここ倒す、いや、練習っていうのもね、わからんよ。ジャンプできない不安は、この爆弾を持って強くなった自分をイメージして、バイバイララバイ。わけわかんない。倒して、前回まだどこまで行った？この、ヘイホ、なんなの君。はい。ね、ここは爆弾でしょ、爆弾で破壊するまではよしだな。うん、先進んだってもうこんなすぐやれるところだからなんともな。もうちょっとやりたいよね、なんとか。うん、607ルピーです今。全然弓は届かない。弓は980ルピーぐらいします。高すぎんだよこの階段の。こんなその何、絶対絶対怖いわ。いやでもさっと進めばいい、さっと進めばいいか。やってやるよ。じゃあ行くよ。おいおいおお、ちょっと待ってもう無理よ無理よ。
攻撃が一方向だからな。これよーく見てたら何も怖くはない。初見でちょっとビビっちゃったけどね。あれ？これちょ、あの不規則な動き嫌い。よし、パッと倒して、でも兵法だけがお前癒しだよ。はい、癒しの兵法。いやもうこんなのもう説明しきったよ。もういいよ。あのもうダメージ食らったら本当に失禁すると思うよ。頼むよ。まあこれだろうね。よし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 。で、暗いところはこのチュチュを倒せば OK。 もうちょ、怖い怖い怖い。結局やっぱこの緑のチュチュが一番怖いんだ。階段が出ます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 。出てきやんした。で、あの緑のチュチュ、デカチュチュやめて、本当にやめて、本当にやめて。で、ここもう先ここが多分アンチだと思う。いく、もう何がアンチだよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。あのね、そろそろね、あの漏れそうなんですよ。ちょっと結構我慢してまして、はい、もうね、だいぶあの前も言ったかと思うんですけど、僕あのゲーミングチェアに座ってまして、あのゲーミングチェアの上に中腰で座ってます。はい、中腰で座ってます。だいぶこれやばいです。だいぶやばい体勢。リーサルウェポンというか、もうあの最終形態といいますか、もうね、やばいのやばいのやばいの。でもね、あのセーブしないとダメじゃないですか。セーブしないとダメじゃないですか。セーブしないとダメだと思うんですよ、僕は。だからね、ちょっとね、セーブできるところまでなんとか頑張りたいなとかと思うんですけど、ちょっとあの緑のところが全然ね、どこ、ああもう怖い、怖いし、もうなんかチュかどうかわかんないもん。はい、ここね、ここだけはクリアしたいんですよ。乗り越えたいんですよ。なんとかやりますよ。ちょっと待ってね。まずちょっとその上に行ってもらって、で早めに、処理してもらって、ここがアンチなのかもしれないけど、ねえ、これは分かんないよ。いいね、すごくいいね。で、はい、これなんか分かんない。ちょっと、もうなんだよ、スイッチ押すなら押すって言ってくれなきゃ。いやもうこれあのフィーリングというか、もうデカルチャーで、ヤックデカルチャー、もう漏れる。ちょっと待って、マジでやばい。いや、トイレ、あのね、トイレ行ってからやってくださいよって、あの声は本当にもっともなんですけど、本当にもっともなんですけど、なんかね、昔から僕ね、子供の時から、なんか やるべきこと、自分のやるべきこと、命題をクリアしてからじゃないと、もう自分の便器に座れないっていう、あの宿命を帯びてるような気はするんですよね、僕、はい。なんかもう、ちょっと、成し遂げてからじゃないと、気持ちよくさ、わからないですけど、トイレできないんじゃないのみたいな、自問自答、他問自答、連れ回し、あーな感じ。怖い。草持てたの初めて知った。今草持てたの初めて知った。草じゃしないよね。オッケー。なんでここをカットすべきところ、僕は実況してるのかというと、もう本当に切羽詰まっているからです。まあ、ここまで慣れた手つきですよ。で、まあスイッチを押すまでは分かりましたんで、スイッチを押してですよね。スイッチを押して、で、臨むと。なんかもう敵が出てきましたよね。多分、ちょろちょろしているうなぎと、ハロウィンの緑ガッパは倒さなきゃいけないと思うんですよ。で、ソニックブームを出してくる緑ガッパは、多分なんですけど、剣じゃ倒せません。回転斬りっていう、なんかヒントも、南の神殿で得たような気がしますが、おそらく十中八九、もう攻撃するってなると、もうこれ当ててこれよ。爆弾？スコップ最強じゃないの？わかんないですけどね。でも左行って。ちょっとやってみよう。
シチュエーションだよ、シチュエーション。行くよ。よしよしよし。で、まあ、もう分かんないですけど。ちょっと待って、当てらんないから、当てらんないから。はい。よしよし、置いた。多分これで倒せると思う。ほらね。まあ、倒せるからといって、爆弾が限られてますんで、先に進みますからね。剣が当たらない。もう、剣も当たらなくなってきました。ちょっと待って、ね。漏れる、本当に漏れるわ。でね。あ、平王さん。よし。で、多分、ここを、まあ、多分というか、爆弾だろう。爆弾置いて、これで、よし。うわ、ゲー。あそこで爆弾も補充できたりとかっていう僕の思いは届かないみたいですよね。オレンジブロック塀で保護されてしまった。達人は保護されてる。あー、怖い。この地中撃破がめっちゃ怖いっすよね。皆さんめっちゃ怖いと思いませんか？さあ、地下行きますよ。アイテム切り替えましょう。羽羽を持ちまして、で、ここがとりあえずのアンチっていうか、もうパターンを知ったらそんな恐るるに足らずでは。はい、当てー。あ、もう漏れちゃう。大丈夫。クリボーが一体の犠牲にもなってないよ。で、すぐ、え、いいね、すごくいいですよ。もう今回でラストシューティング。あー、しまった、忘れとった。もう人苦労やんけ。ちょっと爆弾。あ、ここ補修できたりしないかな。ないか。はい、もう待てよ。行きます。行くよ。いいよ。頼むって。お前頼むって、マジ。よし。爆弾もそんな使ってられないですからね。はい、行きます。もう、慣れました。あそこの緑のところは慣れました。慣れたはずです。行きます。まずここです。はい、皆さん、ルートは覚えておいてください。クリボが一体の犠牲にもならない。あー、いけるね。よし、慌てないでいきましょう。もう竹筒の、はい。で、ソニックブーム。危ない、かじられるかと思った。動かないで。倒します。いいですね。早くして。早く爆発して。よし。もう恐るに足らねえよ。出てくる瞬間怖いけど、打ち合い必死。はい。よし、先進んだよ。もうセーブしたっていいんじゃないかな。これ、緑のとこ入るとどうなの？あ、宝箱ですか？これ多分ダンジョンマップかコンパスとかじゃないですかね。何それ？パワフルブレスレット？そんな、もう歴代いつもこう力持ちになりますよね、タイミング。多分これ持てるんでしょう。あ、いいですね。うわぁ、あの壺何？えらい高いところにある壺。妖精さんだ。いいですよ、それはいい。ちょっと待って、これ、こう奥行くと、なんかね、怖そうよ。あ、ここに出んの？よいしょ、このパワフルブレスレット持ったっていうタイミングで、一旦、あ、これ持てるんだ。強っ。じゃあもうセーブしますね。今回これでセーブしますね。お疲れ様でした。あ、よいしょ。